こんにちは、激花の古谷です。今日はこちら、好きな方も多いんじゃないかな、チョコレートコスモス。チョコレートコスモスです。こちらをお話ししていきたいと思います。このね、チョコレートコスモス、まあ僕らチョココスなんて呼んだりしますけども、今いろんな品種が出てます。で、交配がですね、始まったのがだいたい15、16年ぐらい前かな。15、16年前ぐらいはね、原種のチョコレートコスモスってあったんですけど、今はまず見かけることがないです。で、原種のチョコレートコスモスなんですが、本当にね、チョコの匂いがするんですよ。もうね、チョコレートの匂いがします。ただ今、まあ、交配種が非常に増えて、性質もめちゃくちゃ良くなってね、パフォーマンス、これ自体もすごく良くなったんですけども、このチョコの匂いが消えちゃった、最近のチョコレートコスモスはチョコの匂いがしないんですよ。しないんですけど、この花色見て、これ見えます？近すぎる？この辺綺麗ですよね。ビロードの花びらといい、この花色といい、他のお花にはない可愛らしさがありますので、ぜひお家のね、お庭の仲間入りにしてあげるといいと思います。まあ寒さにも強くなってきましたし、朝にはちょっと弱い反面あるんですけども、でも育てやすくなってますので、ぜひチャレンジしてみてください。ただ値段がですね、意外と高い。これで498円、まあ1株500円の株ですよ。まあ大事に育てていただければと思いますので、まずは株選びの方からお話ししていきたいと思います。まず株なんですけどですね、よく茂っている株を選んでください。これはですね、チョココス自体がね、もう数がなかったので、かなり留守番をしちゃってですね、花を切った跡がちょいちょいとあるような株なんですけども、まあこれでもね、ここからまだまだ育ちますのでね。いやでもしかしね、ちょっと愚痴りますけどね、これ値引きしないで売るのはどうかなとも思いますけども、まあでも僕買いましたよ、ちょっと育てたかったんで、ということで後で植えたいなっていうふうに思っておりますけども、株選びよく茂ってるものを選んでください。で、株元はね、1本なんですね。で、まあ剪定して、大きくしてっていうような感じで、これもね、もともと種から育てるんではなくて、栄養系って言ってね、苗が売ってるんですね。こんなちっちゃい苗が、生産者用のものがあるんですけども、まあ、それを植えて大きく育ててっていう感じで、秋出しのチョコレートコスモスっていうのは非常に多いんですが、これなんで秋出しができるかというと、そもそも春しか咲かないよとかって書いてあるサイトが多いんですが、今ね、四季咲き製のチョコレートコスモスがほとんどです。なので、まあ500円ぐらい出すと四季咲き製のものが手に入ります。でさらに言うと、寒さにも強くなってますので、意外とね、霜よけしてくださいとかいろいろ書いてあるんですけども、最近のチョコレートコスモスは霜よけ不要ということで、まあ、株を選ぶときにはよく茂ってるものを選んでいただければと思います。で、葉っぱがちょっと茶色くなってるところがあると思うんですけども、これ病気とかじゃないんですよ。寒さに当たるとね、葉っぱがちょっと黒くなる性質があるので、あとはまあ色素が出てくるっていうのもありますね。色素が出てくる、うん、なので、まあ比較的安価なチョコレートコスモスはチョコモカっていう品種が、まあ比較的安価でメジャーで育てやすいかなっていうふうに思います。あとはですね、まあ匂い嗅いで、見て、まあどれもこれもそんなにさほど差はないです。なので値段で選んでいただいてもいいですし、まあ、気に入ったものがあれば、出会いがあればね、そこを買ってもらえればなっていうふうに思います。では恒例の根っこチェック行ってみたいと思います。ちょっと抜いてみましょうね。もともとですね、これ多年草なので、根っこもなかなかいいんじゃないかなと予想はしてますけども、土が結構落ちるね、これね。大丈夫かな、根っこは。水をあげすぎて根っこが、根はね、そんなに張ってないですよ、皆さん。ちょっともうすぐ崩れちゃいそう。こんな感じ。根が少しだけこう見えるでしょ。なので、これぐらいの根の張りの場合には、もう根鉢崩さずに植えるのが一番です。ちょっとね、水をあげすぎちゃったのかなっていうふうに思いますけどね。はい。
ということで、植え替えなんですけども、まあ、一株で植えてもいいですし、まあ、3寸から 3.5 寸のポットで売ってますから、そしたらまあ5号の鉢がちょうどいいかなっていうふうに思います。で、チョコレートコスモスは、基本的には、まあ、高温多湿にはあんまり強くないです。寒さは結構強いですね。これでもマイナス5度まで耐えられますから、まあ、軽い霜だったら全然 OK です。まあ、関東から関西にかけてだったらもう路地植えでも全然いけます。ただ、高温多湿に弱いので、基本的には用土に関しては水はけのいいものを使ってください。で、水がね、ストーンって抜けるところまで水はけよくしすぎちゃうと抜けすぎになっちゃいますんで、まあ、一般的な市販の培養土に赤玉の細粒と腐葉土を混ぜていただくか、ちょっといろいろ買ってお庭がまあ窮屈になって大変とか、ベランダガーデンやってるから置き場所がないっていう方は観葉植物の土を買ってくるといいですね。ね、そういった土を使うか、もしくは、当店で扱っている膨らむ培養土、これが非常におすすめなので、それを使っていただけるといいと思います。土がね、いらなくなった時に、ね、燃えるゴミに出せるんですよ。なので今ね、土捨てるところってないじゃないですか。ぶっちゃけダメですよ。どっかの植え込みに捨てたりとか、河原に捨てたらダメです、ね、不法投棄になっちゃいますから。土が捨てれないっていう環境の方、都内に特に住んでる方なんかは、膨らむ培養土は土に燃やして捨てれま、燃えるゴミに出せますので、それを使っていただけると非常に楽かなっていうふうに思います。で、基本的には鉢植えで育てた方がね、意外と楽ですね。場所を移動させられるってのはすごくいいんですよ。で、この年間の管理に関してなんですけども、まずまあ冬場から、まあ、秋から冬にかけて買ってくるじゃないですか。それはまあ植え替えていただいて、そのまま外を置いておきます。で、南向きの場所がいいですね。日陰に置くとね、花は咲かないわ、だらしなく伸びちゃうわで、いまいち良くないんですよ。なので、日当たりのいい場所とにかく確保していただいて置いていただけると花数も増えてきます。で、まあ、植え替えした後、まあ、2週間経ったらば、こちらプロが使う基本肥料、これをティースプーン1杯とか、5号鉢だったらティースプーン1杯、6号鉢で2杯、8号鉢で3杯、それぐらい植えて、あげていただけるといいのでね。これ小さい粒々で4ヶ月効きますから、非常にいいものなんで、コスパも高いのでね、これあげていただけるといいと思います。で、まあ、寒さに関しては問題なし、マイナス5度以上に下がるっていう方の場合には軒下とか、そういったところを置いていただければいいですね。で、寒冷地に関して言うと春になってから買ってもらった方がいいと思います。まあ、四季咲き性強いんで、春でも咲いた株が出回ると思いますので、ホームセンターさんなんかに行ってみてもらえるといいかなっていうふうに思いますね。で、肥料をあげました。で、年間管理なので、次夏、まあ、梅雨時、雨にずっと当たるような場所に置いとくとあんまり良くないです。根っこがまず傷むっていうのが一つと、うどんこ病になりやすいという、このダブルパンチが来るんですね。で、夏越しに関して言うと、これね、西日がバンバン当たるような場所とかに置いておくと耐えちゃうんですよ。で、いろんなサイトを覗くとね、宿根草みたいなことが書いてあったりするんですね。上部が枯れてもまた出てきますよっていうところがあるんですが、さっき根っこ見ていただいて分かる通り、そこまで根の張るものじゃないので、しかも根っこだけで売っているような宿根草扱いのものじゃないんで、生えてこない可能性の方が高いんです。ということは、上の緑の部分がある状態、上の緑の部分がある状態で夏を越すっていうのが一つのやり方になります。まあ、うどんこ病になっちゃった場合にはね、まあ、うちの方で今試作品でうどんこ病にめちゃくちゃ効く、天然のものを、作ってる最中なんで、それをまた機会があったらご紹介したいと思いますが、春までには完成できるように今一生懸命頑張って作っている最中です。それをまあ噴霧していただければ、 2,3 回かけていただければ、うどんこ病に関しては OK、駆除することができます。なので、まあ、日陰に置くのはいいんですけども、風通しを良くすること、それから水切れに気をつけること、この2点、気をつけていただければと思います。
で、水をあげすぎて高温多湿になりすぎてしまったりとか、土が水はけ悪いものを使ってたりすると、そのまま根腐れして耐えちゃうので、夏越せないなんていう方が非常に多いかもしれないですね。ただ、高いものを買っていただければ夏越しの成功確率も高くなるので、最終的には高いものを買った方がコスパはいいかなっていうふうに思います。で、まあ秋になるとまた花がどんどん上がってきてくれますので、肥料を投入、まあ、肥料を上げる時期は9月の下旬から10月、この時期にもう1回このプロが使う基本肥料、こいつを上げてやってください。で、これはね、パンジーとかビオラ、ペチュニアみたいな感じにワンワン花を咲かせるっていうタイプのものではないので、サキマックスは基本的には使わなくても OK です。できれば根っこがそこまで強くないので、おう、こちら激力剤大人気です。この激力剤を水やりのたびに与えていただけると、根の活着が良くなりますし、根の成長も良くなるので、ぜひですね、この激力剤使っていただけるといいかなというふうに思います。で、これね、1年もするとね、すごくね、こう装飾が乱れるんですよ。まあ、間延びしやすい品種なんですよね。もともとチョコレートコスモス自体が縦に伸びる性質があるので、いろんな形にこうひん曲がって伸びてきちゃったりとかするんです。で、どうやってもね、日向で育ててもやっぱり間延びしちゃうんですね。で、まあ、秋花が咲き終わった頃で結構ですし、あとはまあ草子が乱れるのが大体まあ夏頃乱れたりとかするので、秋に入る手前で1回ね、剪定入れてもらえるといいです。で、剪定の仕方なんですけど、ラフな感じで、まあ、半分ぐらいにバッサリ切っていただく。で、葉っぱをまた同じぐらい残していただければ、そこの切ったところからまた二股に分かれていってね、あの新しい枝が生えていってくれるので、年を重ねるごとに株自体が充実していって、非常に綺麗な作りになってくれます。ただ綺麗な作りになるためには、一番最初の株選びが非常に大事なので、形のいいものを選んでいただければと思います。なので、まとめますと、6月ぐらいに草子が乱れたら切る、まあ、買った時期にもよりますからね、冬場に買ったら6月ぐらい、春に買ったらまあ夏以降、秋にまあ1回剪定していただいて形を整えていただくっていうのがいいと思います。で、また冬がやってきて、葉っぱが少し黒くなります。葉の色がね、季節によって変わります。まあ、春から夏にかけてはこの黒っぽい色があんまり出なくて緑色の葉っぱになる。で、寒さが当たるようになってくると、ちょっと黒っぽい葉っぱになるっていうような形です。で、水やりに関してはしっかり乾いてから与えたいところなんですが、ちょっとですね、これ中級者向けの苗で水切れに弱かったりするんですよ。で、水切れに弱いっていうことは、水を乾く前にあげなきゃいけないということとイコールになるんですがね、非常に加減が難しくないですか。水切れさせちゃいけないわ、加湿にしちゃいけないわっていう。なので土選びっていうのはすごい大事なんですよ。水はけのいい土を使っていれば、水を与えてもしっかり抜けて乾きが早くなりますから、2日に1遍とか3日に1遍のいいペースでお水があげれるようになってくるんですね。で、表土が乾いた時にもしっかり水が下に落ちてますので、また水を与えることができる。でも水はけが悪い土で育ててしまうと、内側が下の方が全然乾かないまんまっていう状態がずっと続いちゃうので、それで水やりすぎて根腐れしてダメになっちゃうということが多いんです。なので根をいたわりたいので、この激力剤っていうのが不可欠になってくるっていうことなんですね。なのでまずは土選び、うちで扱っている、まあ、膨らむ培養土を使っていただいて、水やりのたびに激力剤を何滴か入れていただいて水やりをしていただく。で、表土が乾いたくらいでまた水やりをするっていうリズムを繰り返していただければ、土と活力剤と、そして水やりのタイミングっていうこの3つが揃って初めてうまくいく植物なので、ちょっと中級者以上の方向けの植物かもしれません。ただ、おしゃれなね、テラコッタとかに植えていただければ、もうこれなんかすごく可愛いじゃないですか。でね、これつぼみなんですよ。まあつぼみも可愛い、つぼみも可愛いですよね。なのでちょっと喜びもひとしおな品種なので、ぜひチャレンジをしていただければと思います。で、お花って枯らしてしまうと、皆さんやっぱ優しいんで、自分自身がなんかすごく罪悪感を持っちゃう方ってすごく多いと思うんですけど、こんな風に考えてみたらどうかなと思うんですが、あなたが園芸上手になるために
このお花たちが教えてくれたっていう風に思っていただければと思います。そんなね気持ちでまた再チャレンジしていただいて、ガーデニング園芸、ぜひ好きになってもらいたいなっていう風に思ってますのでね、ぜひ罪悪感持たずに、あ、怖い、かわいそうなことしたな、ごめんね、でも教えてくれてありがとうねっていうことで、またチャレンジしていただきたいなっていうふうに思います。ここまでのお話の中で分からなかった部分とか疑問に思った点、それから自分の家で育てているお花の具合が悪いなんていう時には、概要欄にですね LINE の公式アカウントのリンクが貼ってあります。ポチッとしていただけると友達に追加されますので、直接僕の方まで質問を投げてみてください。手が空いた時に答えますのでね、しばらく待っていただければと思います。で、具合が悪いお花に関しては、画像を必ず添付してください。状態がわからないとお答えにしようがないので、画像を貼っていただけると嬉しいです。それからこの動画見ていただいて、よかった、役に立ったっていうことであれば、グッドマーク、高評価を押していただいて、チャンネル登録ポチッとしていただいて、ください。で、僕も毎日頑張って動画アップしてますので、アップしたのがね、分かるようになるには右側、チャンネル登録のボタンを押した右側にベルのマークがありますので、ベルのマークもポチッと押していただくと、通知が届きますので、そこから分かるようになってますので、ぜひベルマークもポチッとしておいてください。そうしていただけると嬉しいです。ではでは、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではこのチョコレートコスモスね、すごくいいお花ですし可愛いので、ぜひチャレンジをしてみてください。ということで、育てちゃってください。